JFN スペシャルライフタイムオーディオ2024マイファーストミュージック14歳のプレイリスト2024年5月6日月曜日15時から17時毎年この時期にお届けしている特別番組も今年で4年目を迎えます今回の特別ゲストにはナンバーアンダーラインアイが登場します平野翔神宮寺優太、岩優太現在 エンターテインメント業界で最も注目を集めている3人のスペシャルインタビューをお届けします。スクール・オブ・ロック。ゲスト。平野翔神宮寺ゆうた、ガ太ゆうた。今、エンターテインメント業界で最も注目を集めている3人のスペシャルインタビューをお届けします。ゴールデンウィークに耳を喜ばせるスペシャルなお知らせがございます。 そう、あの特別なスクール・オブ・ロックプログラムが再び私たちの心に響きます。そして今日のゲストは、エンターテインメント業界で最も輝くスターの一人であるナンバー・アンダーライン・アイです。5月6日、15時から17時までの放送で、私たちはまるで音楽の宇宙船に乗せられるような体験が待っています。パーソナリティは、いつもの小森校長とココ教頭。 そして、彼らに加わるのは、神秘的な音楽の才能、ナンバーアンダーライン愛先生です。この特別番組では、彼らが私たちにもたらす驚きや感動は計り知れません。平野章、神宮寺ゆ太岸優太といったエンターテイメント界の若き才能たちの特別インタビューも行われます。彼らの言葉や音楽が、どのように私たちの心に響くのか、 これからのエンターテイメント業界をどのように変えていくのか、その一端を感じることができるでしょう。この番組は、彼らの音楽への情熱、創造性、そして成長する若者たちへのメッセージが、どのように私たちの心を打ち震わせるかを示しています。若者たちが未来の音楽シーンを担うことに対する彼らの熱意と情熱は、 この番組を通じて、まざまざと感じることができます。彼らの音楽は、単なるメロディー以上のものです。それは感情の波、思い出の詰まった箱、そして新しい冒険への扉です。この特別番組を通じて、彼らの音楽が私たちの人生に与える影響を感じることができるでしょう。しかし、ここで一つ疑問が湧き上がります。 彼らの音楽が本当に全ての人に届くのでしょうかあるいは彼らの才能が活かされるのは一部の特定の人々に限られるのでしょうかまた、音楽業界は今、どのような変化を遂げているのでしょうか実際、近年の音楽業界は急速に変化しています。インターネットとソーシャルメディアの台頭により、新人アーティストが発見されやすくなりました。 YouTube やサウンドクラウドなどのプラットフォームを活用し、彼らの音楽を世界中に発信することができるようになりました。このことは、若い才能たちにとっては大きなチャンスですが、同時に競争も激化しています。また、ストリーミングサービスの台頭により、音楽の聴き方も大きく変化しています。CD やダウンロードよりも、ストリーミングが主流になりつつあります。 これにより、音楽の流通がよりグローバルになり、世界中の人々が様々なジャンルの音楽に触れることができるようになりました。さらに、音楽業界は技術の進化によって変化しています。AI や機械学習の技術が導入されることで、音楽の制作や分析がより効率化され、新たな創造性が生まれています。これにより、 伝統的な音楽業界の枠を超えた新しい才能が発見される可能性が高まっています。しかし、この変化には課題もあります。例えば、音楽のデジタル化により、アーティストの収益が減少する傾向が見られます。ストリーミングサービスでは、アーティストに支払われるロイヤルティがわずかなことが多く、特に新人アーティストにとっては厳しい現実です。 また、音楽の違法ダウンロードや違法アップロードも依然として課題となっています。このような課題に対処するために、音楽業界は新たなビジネスモデルや技術の導入を模索しています。例えば、NFT、ノンファンギブルト圏、技術を活用した音楽の販売やライブ配信などが注目されています。また、 ブロックチェーン技術を活用した透明性の高いロイヤリティシステムの構築も検討されています。ナンバーアンダーラインアイ平野ラ神宮寺ウ、ジングーユータ、岸ユータの3人からなるグループ、ナンバーアンダーラインアイ。グループ名には、オンリーワンやアイ、そして、応援してくださる方たちと共に歩んでいきたい、という思いが込められています。 2024年1月1日にファーストデジタルシングル g o ト t を配信リリース。MV は公開から3日で1000万回再生を突破し、YouTube MV デイリーランキンググローバルチャート1位を獲得、ビルボードジャパンホット1 0 1位も獲得しました。3月6日には g o トの CD リリースおよび CD 収録曲の配信もスタートし、 ビルボードジャパン週刊シングルセールスチャート初週1位。オリコンでも今年度最高初週 DL 数で初登場1位を獲得しました。14歳の音楽体験。2018年2月、ニューヨークタイムズに掲載された音楽の好みに関する研究結果によると、男性は平均14歳、女性は平均13歳で聴いた音楽が、 その後の人生の音楽の好みに最も色濃く影響を与えるという結論が出ています。調査内容によれば、1960年から2000年までのビルボードのチャートを調査し、年齢別の選曲ランキングと照らし合わせて分析した結果、男性の場合は13から16歳の間にリリースされた曲が、大人になってからの音楽の好みに大きな影響を与えるとのことです。 平均すると男性の最も好きな曲は14歳の時にリリースされた曲であることが多いそうです。女性の場合は男性より少し早く11から14歳の時に聞いた音楽の影響が大きく平均13歳の時にリリースされた曲が最も好きな音楽になるとのこと。女性の方が男性より幼少期に受ける影響が大きいらしく。 好みを形成する年は思春期の終わりと重なることが明らかになりました。私たちは若い頃にどのような音楽を聴いて育ちましたかこの番組では14歳の音楽青春を彩った忘れられない一曲をキーワードにリスナーの皆さんの音楽原体験についてお聞きしエバーグリーンな音楽を次の世代に継承していきます。あなたが 14歳の頃に影響を受けた楽曲、聴いて心を揺さぶられた楽曲を教えてください。厳密に14歳ではなくても結構です。思春期に聴いて人生を変えられた曲、大きな影響を受けた楽曲、お待ちしています。